チャオあっちゃんです、今日はね、3月18日、今日のハッピー、そして今日から始まった、つぶやき動画っていう形でね、今日からやっていきたいと思いますっていうことでね、3月18日何があっちゃんハッピーやったのかっていうとね、3月18日じゃないね、3月18日のハッピーはあっちゃんの3月17日のハッピーやねんね。今日一日何があったのかっていうとね、今日はね日曜日、3月17日日曜日やねんけども、日曜日でね、なんていうのかな、ゆるんと過ごしとってんけどもね、でまあいつもゆるんとは過ごしとんだけどね、日曜日はどこも行かないって決めて外に出えへんかったのよ。でまあゆるゆる過ごしとってね、ぼーっとほぼほぼぼーっとしとったで。ね、やっぱりねこう日々日々ね YouTube をやってきててね、まあ明日、まあ、この動画がある今日3月18日でね、あっチャンネルがおかげさまでチャンネル立ち上げ10周年を迎えさせていただきます。いや本当にこれはね大きなハッピー、10年ってね一言で言うけども、本当に10年ってかなりね長い年月やと思うんだけどね、その年月あっちゃんは YouTube をね続けられたっていうことはね、本当にこれはねみんながね支えてくれたからやと思うね。本当にこれはね小さいハッピーじゃない、めちゃくちゃ大きなハッピーなんよね。だからねあっちゃんは本当にみんなと一緒にこの10年間歩んでこれて幸せです。もうハッピーどころの問題じゃないぐらい今日は超幸せな日やねんね。ということでね、まだあっちゃんはね今これね2時30分に撮ってんねんけどもね、ねあっちゃんネル立ち上げて10年経ったちょうど経ったところ、いやまだ多分ね一発目の動画そんな朝2時なんか上げてないからもっと後やからまだ10年経ってないからね、9年と31日じゃあ9年と365日と23時間何分ぐらいまあいいよ分からんけどね、まあそれぐらいね、ええねんけども、まあそのどうでもええねんけどもね、本当にね、幸せやなーって思える。んだから、あっちゃんもねこう YouTube やってきてよかったなって本当に再確認です。でもねちょうどね今日でね、あっちゃんの幸せ動画がね、12日から始めたから18日で1週間よね、ちょうど7日目になんねんけどもね、こうやって1週間するだけでねやっぱりいろんなことで幸せを感じられるようになってきてね、やっぱりもうほんまにね朝起きるだけで幸せ、生きてるだけで幸せ、今日も一日終わって夜寝れる、それが幸せって本当に思えるようになってきた。やっぱ幸せ幸せっていうのを口に出すのってすごい大事なんやなと思ってね、やっぱりね嫌なことがあったらね今日からつぶやいていいですよっていう形じゃねえけどね、嫌なこと自体あまり吐くことがなくなってきてね、もちろん今日ね嫌なこともいっぱいあるよやっぱり、でもそんなことよりもいいことにばっかり目がいくようになってきたのよ。だから嫌なこともいっぱいあったけども、それもよりもいいことの方が覚えてて、嫌なことってもう今日一日あった中の嫌なことってもんだだいぶ忘れてきたかなって、もうそれぐらい嫌なことにねフォーカスをせんくなっていいことにフォーカスするやんてね、カメラのピントってこう今はねオートフォーカスやねんけど、プロとピント合わせていくときにねピントポンと合わせたら周りがボケててそこだけピンが合うでしょ。そういいこと好きなことにフォーカスを与えると嫌なことはボケてくるんよね。だからね気にならなくなってくるんよね。本当はちゃんはそう思ってきた。だから本当にこう幸せな一日を今日も送れたなって、みんなありがとうって世間に感謝できる。ありがとうが自然と言えるんよ、幸せを感じると。まああっちゃんはねいつもやっぱりすぐありがとうって言うようにしてんねんけどもね、してなくてもね自然と口からありがとう出るようになってきた。でね今日は何が幸せやったんか言ったらね、今日ね昨日ね、スイングのネクストステージやっとって、あれずっと見たかったんやけども、途中まで見とってね、で、昨日ライブやったから見れへんかったのよ。で、昨日は昨日のライブでね、めちゃくちゃ楽しくやれたからね、スイングを見ようかな、でもライブしようかって、迷った結果、スイングを録画して、ライブしてんやけども、残りの30分今日見れたんよね。めっちゃ面白かった。よかったよ。ハッピーになったよ。ほっこりしたしね。ね、結局ねディズニーもそうやしユニバーサルもそうやねんけどもね、やっぱりその映画見た後にほっこりしてね最後ちょっと涙を誘うぐらいのね、やっぱこういい映画なんよね。
まー、あ、ちゃん映画大好きなんでね、なんか映画はよく見るように、最近時間をね作れへんから見てないんだけども、時間はね作るものやと思って時間を作って映画見るようにしてんねん。でまあね、最新じゃなくね、ちょっと古い映画になんねん、アマゾンプライムで見てんねんけども、やっぱりでもね、見たかった映画、見れてなかった映画を見れるってハッピーやなって思う。でね、ちょっとね、レンタルになって有料にはなんねんけど、見たい映画があるんでね、近いうちにそれも見ようかなと思ってんねん。ミステリーという中でね。みたいなと思ってんねんけどね、まあそんなどうでもいいんやけどもね、まっちゃんは今日は幸せでしたってことでね、みんなの幸せを、拾っていきましょう。みんなの幸せを拾って、みんなの幸せをいただいて、なっちゃんからも幸せをみんなにお返しできたらなと思うんで、幸せ、読んでいきましょう。かきびんちゃん、今日のハッピーは、のんびりゲームができたことかな。いいね、もうのんびりする。まっちゃんもね、今日は日曜日でゆるっとのんびりしとってんけどもね、ほんまにね、のんびりして好きなゲームをする、本当に幸せやと思うんでね、またその幸せをかみしめて、また明日の幸せにつないでください。ハッピーやね。ぐっちゃん、あっちゃんが動画でコメント読んでくれるのがめっちゃハッピー。うわ、嬉しいわ、そう言ってくれたら。本当にね、もうこんなこの程度ってあれけども、あっちゃんがこうねコメント読んだだけでこんな喜んでもらえたらめちゃくちゃ嬉しい。さらにね、一日がハッピーで満たされる、もうそこまで言うてもらったらもう嬉しくって、もうあっちゃんがハッピーになったわ、ありがとう。はい、ね、で休憩時間に誰かからアメちゃんをもらえただけでハッピーって、一粒のアメちゃんでなんでそんなに嬉しいのか、それはすごいことだと思います。人の思いやりの言葉で支えられ、言葉はなくても一粒のアメちゃんが嬉しかったりするね。確かにそうです。でアメちゃん1個と本当に宝物、宝石とかもらえてもね、結局宝石っていうものをもらえた価値はあっても、宝石とアメちゃん何が違うのかってね、同じあげた相手に笑顔になってもらおうと思ってあげるもんやから、何百万もする宝石と一粒のアメちゃん、同じぐらいの価値があるんよね。だからね、そういうのって本当にね、こうほっこりするしね、そのハッピーを感じられるっていうのはね、かなりハッピー体質やと思うんでね、うっちゃん今日は良かったね、ハッピーな日ですね。でシエルちゃん、今日はハッピーな話をしたかったが、猫の具合が悪くなったからハッピーなことはやめときます。あ、そっか、大丈夫、猫ちゃんね、体調悪いのかわいそうやもんね。ゆっくりして、ね、見てあげてください。で、あっちゃんの話を聞いてて、日々の何でもないし、日々が大切なんやな、大切さがあるんやなと、前よりももっと感じられるた話です。ミキさん素敵な方です。で、優しいあっちゃんと優しいミキさん、ありがとう。でもね、やっぱりね、今日からね、ハッピーだけじゃなく、ちょっとね、なんか嫌だったこととかね、つぶやいても大丈夫で、全然 OK です。こんな感じにやったらちょうどね、いいタイミングで、こんないいタイミングじゃないんだけどもね、こういうね、ちょっとやっぱりハッピーなことを見つけて、ハッピーなこと見つかってるはずやね、見つかってるけども、ハッピーっていう気持ちになれへん、ハッピーな気持ちは分かってるし見つけてるはずやねんね。でもやっぱり猫ちゃんが具合悪いから、ハッピーって言葉に出せへんの分かるからね、ネガティブなこと、ネガティブっていうかね、そういう気持ちも吐いてもらえるような感じで今回からやっていくんで、ぜひぜひね、大丈夫です、もう気にせずにね言ってください。本当にね、気持ちがそういう時ってね、ハッピーって言えへんもんね、だからね、猫ちゃんに寄り添ってあげてください。まあ、もうその気持ちがね、すごい優しいしね、それもハッピーなことやと思うねんね。あっちゃんがね、何か言ったらミキちゃんがね、病気で入院してた時もね、一緒におれることがハッピーやって言ってくれたのがね、本当嬉しかった。本当はね、ミキちゃん病気になって苦しんでて、もう亡くなるかもわからんぐらい辛い病気で、でもね、入院してるイコールすごい痛かったり辛いから入院してんねんけどもね、見舞いに来たあっちゃんと長い時間過ごせたことがハッピーって言ってくれてんけどね、本当に寄り添う時間が増えたってことでハッピーってことなんで、本当に猫ちゃんがね、早く元気になるようにあっちゃんになってます。で、ニャルドさん、今日のハッピー、野球観戦に行く予定だったけど雨やったから、行くのをやめて、その代わりに前から見たかった映画を見れたこと、すごく面白くて、余韻がすごかった。そしてキャラメルポップコーンが美味しかったのもハッピー。いいね。もうね、まあ確かにね、この野球をね、一
行く予定しとったけども雨でねこうキャンセルになったからうーんって思わんと、その代わりにね映画に行くってポジティブな行動してね、でね見たかった映画やからね、それが面白かった、すごいいいね、本当にいい経験したと思います。でキャラメルポップコーン食べたら、ね、ハッピーになれるよね映画館のポップコーンってなんであんな美味しいんやろね、不思議やね。でもねほんまハッピーやったと思う、またその余韻楽しんでくださいねめぐちゃん、朝から何もない日にあっちゃんのソーレ見て、一緒にスキンケアしてご飯食べて、ピンクサムネか赤サムネを見て、夜ご飯食べる前にあっちゃんの夜動画を見てお腹すいたっつってご飯を、食べてライブで寝落ちする最高のハッピー。うわ嬉しいわ、一日中あっちゃん三昧やんか、ありがとう、嬉しいな、ありがとうございます。まあ、まあね、あっちゃん見てハッピーって言ってくれたけど、あっちゃんがめちゃくちゃハッピーになりました、ありがとうございます。ということでね、今日のねあっちゃんのハッピー、そしてつぶやき動画、ね見てくれてありがとうございます。ね今ねあっちゃんね今ねの2時30分ぐらいだけどもね、それでは立ち上げてね5時間半ぐらいやねんけども、5時間半でいいねが11、再生がね170、188、188再生してくれてね、でいいねが11ってことでね、いつもねいいねがねあれやねんけども、あいいね12減った、更新会誰か外したなまあ、いいですはい、ね本当にねこういうハッピーな動画にいいねってして外すよりもね、いいねってしといたらの方がね自分の心もハッピーになれるからね、ということで、あ11に増えた今増えた、ちょうどタイミングでね、まあ、そんな感じでねありがとうございます。でいいねをねポチンと押してくれるのはすごい嬉しいしね、で自分も嬉しくない、いいねってするのはあっちゃんに対してのいいねだから、いいねした自分がハッピーなんよね、それをハッピーって感じるからいいねを押せるってすごい素晴らしいことやと思う、ぜひぜひいいポチンと押してねハッピーな気持ちになってください。でねコメントしてくれたらさらにハッピーになれるんでね、まあ、コメントもしていただければと思います。ということでね、まあちょうどね1週間ぐらいこの動画をやってきてね、まあ、1週間でかなり自分の気持ちの中ではハッピーを感じられるし、すごいいい感じやったんでね、みんなもね一緒にこうやってハッピーになってもらえたら嬉しいです。ということで、また明日からもね毎日毎日今日のハッピー上げていくんで、ぜひぜひこれからも見ていただければ嬉しいです。ではまたね、バイバイ。みんなのハッピー願ってます。今日、この後ね夜眠りについて幸せな夢を見て、明日の朝素晴らしいお目覚めをしてください。ではまたね、バイバイ。ハッピー。